去年6月、由布市湯布院町川西で大雨による大規模な土砂崩れが発生し、住宅一棟が巻き込まれ、この家に住む70歳の男性が亡くなりました。昨夜は県が地元の住民に復旧工事のスケジュールなどを説明しました。山の斜面は現在も崩壊の危険性が残っているため、復旧工事では斜面をコンクリートで保護し、強度を高めるということです。のり面の土留めを早くして、そして市道の復旧、河川の復旧、大変だと思いますけど、よろしくお願いしたいと思っています。県によりますと、工事は今月始まり、今年12月中に終わる予定で、総事業費は3億4800万円となっています。